ジューン S、妖怪コール東京、三勝クラス、芝2400メートル、出走14頭東京 11R ジューン S は、6番人気のエリカ・バレリア、メスロック、クボタが横一戦の追い比べからゴール前で半馬身抜け出した。勝ちタイムは2分25秒3。道中は中段に構え、馬群を縫いながら外に持ち出すと上がり最速33秒8の末足を繰り出し、 待望のオープン入りを決めた、田辺騎手は聞いていた通り乗りやすかったです。ロスなくいければ面白いと思っていた、直線も反応してくれたし、力をつけていると思うとねぎらった。